何を聞いて？だから何？あ、それはホワイトストームの。誰かが川沿いのスラム街で宝石を売ってるって、盗品らしいです。行きますか。やあ、やっと会えたね、ホワイトストームさん。あなたは名探偵シャーロック・ホームズ。もうやめろ、おじさま。供述が法廷で不利に働く場合もある。法を守らないからこうなるんだよ。マックのことで刑務所からだ。優秀な監視がいるのに何があったんです？長い話になります。お前ら逃がさねえ。あれはなんだ。スカーフェイスは？駅の捜索では見つからなかった。あいつが変装の達人とは思わなかったよ。どんなに聡明でもたまには失敗する。でもまさか自分自身が失敗するとは。逃がすかよ、そんなことさせねえ。取引したのに。俺は言ったことを守る。シャーロック・ホームズの大追跡。